言えば言うほどです。はい、まあ、概ね吉田さんは本当に立派な方でしたねとかね、うんうん、よくやってくれましたという評価が多いと思いますけれども、はい、次の人は何やこれはというような評価ばっかりです。なんですか。大沢さんからも、ガッツ一物さんからもいただいております。勝秀幸さんからもいただいております。昨日からの報道で、盗んだ自転車をオークションにかけた詐欺の容疑で松竹芸能所属のお笑い芸人、金島ダンシング容疑者が逮捕されました。お名前が出ましたね。ずっとまあ、タレントでとかってね、うん、お笑い芸人でっていうのがね、名前伏せてここ数日出てましたけど、うん、誰だろうってなってましたけど、うん、誰だろうはいいんですが、はい、名前が出たけど、この方誰やねんと、誰やねんね、うん、お笑いや寄席演芸に興味のある私も全く知りません。同じく、同じ松竹芸能の、ね、木下さんがね、コメントしておりましたが、こんなことでお金儲けをしようとせず、このお金儲けしようとせず、ネタで勝負してほしいと思います、うん、自転車で言えば同じ松竹芸能の安田大サーカスのリーダーの団長安田さんは、趣味の自転車が高じて自転車レースチームの入団テストを受けたことがあります。確かこれも合格したはずです。事務所の先輩が地道な努力をしているんですから、このような事件を起こして本当に残念です、うん、ということですかね、はい、うん、あ、安田大サーカスはこういうふうな自転車にも興味あるんでしょうかね。あ、そうなんですね、うん、僕は興味がないよ。黒ちゃん今の黒ちゃんだったんですか。ミッキーとちょっと似たぶりました。そうそうそう、すいませんでした。はい、クリスタルだから黒ちゃんですって言わなきゃいけなかった。これがないと分からないんだね。名乗らないとね、うん、はい、はい、クリスタル金太さん、自転車ですが、私も友人も自転車から離れるときは建物の裏に目立たないように隠して、ホイールフレーム、サドルを厳重にロックしています。私の自転車は安物ですが、知人の自転車は相当な自転車なのでね、できることなら、室内に持ち込みます。そして基本的に街乗り用と本気用を分けているみたいなんですね、うん、なのでオークションで自転車そのものが出たらすぐに自分のものと分かります。大抵盗品のオークションは自転車をばらしてパーツごとに売られたりしますので要注意です。そうそう、自転車って高いものだったら100万とかそんなするんですね。私ね、うん、競輪のね、まだお兄さんはやってますけども、ヤクラ兄弟、はい、競輪にいた、はい、の弟さんの方と親しく、この間 KBS にそれを訪ねてきてくれましたわ、ヤクラさんの弟さんの、はい、高人さんやったかな、うん、来てね、いろんなことを教えてもらいました。で、当時は僕は何も知りませんでしたから、でも向こう町競輪とかね、いろんなとこでガーッとこう走ったり、はい、で、何も知りませんでしたから、え、ヤクラさん、自転車っていくらぐらいするんですかって。そうやな、まあな、だいたい15万か20万ぐらいするって言われた。で、それ、はい、すっごい高いですねって。いやいや、な、僕らの場合は、これが、いろんなお金生んでくれるんやから。と言ってましたが、はい、その時20万ぐらいと聞いてね、ええ、めっちゃめちゃ高いなと思いましたが、うん、自転車好きの人の話聞いていますと、それどころやない世界ですね。うん、はい。下手な原付き叶いませんよ。すごいでしょうね。はい。だからですよ、さっきの話、はい、ね、20万出してもこれが、まあ、お金を随分生んでくれるから、これは僕らからしたら安いもんですわ、と。言ってたんですが、趣味で乗ってる人はいくらも出てきませんからね、どんだけ乗ってもお金は、はい、それなのにですね、20万をはるかに超えるような、うん、下手したら100万に届くようなね、はい、いや100万超えるような、うん、そんなパーツの組み合わせだっていくらもあるらしいですよ、はい、そしたらガレージとかにね、うん、あんまりだからそういうの無造作に自転車やからって置いとくと、はい、ああいうとこになんかあれしょ、結局だから女性の気持ちでいくと、エルメスのバッグとかそういうのをポーンと置いてほったらかしにしてるようなもんでしょ、はい、そういうことやわ、うん、ね、え、気をつけないといけませんね。だからどうでしょうかね、原付とかね、うん、それから持っていいならばちょっとしたバイクの鍵隠れるようにしておいとかないと。バイクがちょっと、バイクだってバイクだってでもお金かけてる人はすごいかけてる。あれ重たいから盗むのね。まあ、それでも盗まれるんですよね。まあ、車だって盗まれるね。原付何台も盗まれたことありますもん、うん、あ、そうなんですか。うん、直結してみんな盗んでいくんですよ。困りますよね。うん、放送でよ、こうやったら直結できますよって言ったことあるんです。あ、
ったらみんながやめた方が、そんなやったら犯罪助長するだけですからやめた方がいいとか言う。助長するぐらいそんなのがありきたりになったら、あそこパカッと開けて直結してバーッと走られるような構造を早く改善してくれだから私は言うんや放送で、こんな簡単にできるやぞっていうことを、はい、とこういうふうにね、盗まれる人はものすごい憤るんですよ。自転車であろうがバイクであろうが大事にしてるものね。本当ですよ、はい、しかもですよ、うん、今回はその盗んで売られるのも腹が立つけど、はいはい、盗む前にさも自分のもののようにオークションにかけておいて、うん、で欲しい人が現れたら売ってたんでしょ。これが新しい手口、これがまたいかれますよね。ちょっとね説明いたしましたですが、はい、在庫を抱えたくないと、うん、いうことですよね。だからこういうもんですよとネットに掲げながら受注セット、注文があったら盗んできて、はい、それで発送すると。これあのさらに二重三重に行かれるのは、うん、ほらその在庫管理の費用出してんの誰やったら、うん、私やいう話でしょ。そういうこっちゃわ。そうなんだな、はい、これが起これますよね、うん、はい、だけどまあさっきも話ありましたけども、こういろんな自分の好きなパーツ組み合わせるということですから、はい、あの下手したらあのこれはもう多分この組み合わせっていうのはそんなに世界にないやろうというぐらいの組み合わせをそれをバーンと出したら、これ誰のやいうことはすぐ分かってしまう。本当に詳しい人やったらそんなんね、ようあのできん行動なんですよ。これはすぐ自分に足がついちゃうな、ついてしまうということでね、うん、でもっとだから悪質なのは先ほどのクリスタルキンタさんやないけれども、そういうのを1台盗んできて部品パーツで売る場合はちょっと分かりにくくなってしまうと、うん、このサドルにこのフォークにこのね、車輪といいますかあれでという組み合わせは一つしかないかも分かりませんが、このサドルだけとか、はい、ね、そうか、だからあのね、私たちもあの、まあ、どうやって気をつけたらいいのか分かりませんけど、ネットオークションなんかでこれ欲しいななんていう時にね、うん、これ自分で知らずに盗品だって思って買っちゃったりしたら、まあ、あの法律的にね、うん、今それがどうなるのかってことはまた別としても、うん、まず気分が悪いですよね。そうですよね、まあ気分を良くするのが芸人の役目だとするならば、はい、一体これ何やろうと、うん、あんたの使命は何ですか、あんたは何の天職ですか、はい、というところにまた戻ってくるんではないでしょうかね。ね、はい。